まあまあということでね、今年も相変わらず喧嘩をしている2人ではございますが、はい、ここからはこんなコーナーで、はい、これも持って帰ってもらっていいですか？これも持って帰ってもらっていいですか？スタッフさん、はい、スタッフさんね、小田の生写真、リアルに小田さんの生写真、いや、そのまま履けちゃえ、小田、違う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 、何言ってんですか、やめなさい、やめてください。まあね、ということでこの喧嘩をなくすためにも、何今から二人にこんなコーナーで対決してもらいたいと思います。これももちろん言っておりません。何こちら、ドッキリリアクション対決、はい、ということで今から石田さんと小田さんでドッキリのリアクション対決をしてもらいます、はいはい、どっちが良かったかをお客さんに判定していただきます、はい、なので二人は思いっきりリアクションしてください。わかりました。そしてもうドッキリを今からするってもう言ってますから、もうあなたたちの演技次第、リアクションしたいですから。そういうことか。もう今みたいな初見のじゃないですから、もう本気のやりますから今から、はい、はい、ということでお願いします。まずはこちら、じゃじゃん、心霊ドッキリ対決。うん、はい、さあ今からですね、はい、ここに大きな箱が出てきます、はいはいはい、その中から、幽霊が出てきます。お、はい、石田さん、言っちゃうんだ、石田さん、幽霊出てきます、はいはい、石田さんに向けてわーってやりますんで、あ、幽霊出てきた、見えてる、見えてる、え、自分で来るのこれ、うん、ごめんな、もう準備してな、うん、はい、すいません、すいません、お前はここにいなかったように出るんだぞ、あ、隠れる、自分でな、うん、自分で隠れるんですか、うん、もうすごい器用、ごめんな、うん、ということで今から手伝いましょうか。ちょっと髪の毛出てるわ、髪の毛出てる、うん、ということで今から出てきますので、お二人はそれのリアクションをしてください。幽霊の方、準備はよろしいですね、準備はいいかい、はい、ちょっとさあ、ということでバレバレのドッキリなのでリアクションをうまくやってくださいね、はい、それではまずは石田ちゃんから。私から、はい、この箱から幽霊が出てきます。それでは行きましょう。こう歩いてる感じ、歩いてる感じですね、こっちに歩いてる時に出てくると思いますんで、はい、行きます、よーい、スタート。ちょっと遅いよ。ゆうれいさん、三角のやつ落ちた、ちょっと大丈夫かな。さあもう一回やろう。あとお前、わーの声ちっちゃ。わーじゃないんだよ。さあ石田さん、すいません、ね、はい、もう一度、はい、見させていただきたいと思います。それではよーい、スタート。うわー、え、ちょっとさ、終了。違うんですよ、いや、あのもうちょっとなんかタイミングっていうものがあるじゃないですか。タイミング、背中で感じられないからさ、もう、あの、そういうコントじゃねえからな。何回もやって面白いやつじゃないんだからな。お前ラストだぞ、お前。医者先生、もう一回いいですか、すいません。もう一回いいですか、ラスト、すいません、もう本当に。それこそ。お前もう漢字でわかるだろ、足音で、お前、なんとなく。すいません、3度目チャレンジ。お願いします。終了。お前のせいでリアクションが薄くなってんだ。なるほど、3回もやるとね、まあ、でも石田さん、なんか良かったですよ、やっぱ全身で、全身で、はい、やってたんでかなり良かったんじゃないでしょうか。さあ続いて小田さんが、はい、高校でやっていただきたいと思います。それでは小田選手のチャレンジです、どうぞ。後輩のこれは、いや、なんかこう、いや、耳が痛いなと思って、いやいやいや、素晴らしかった。これはじゃあお客さんにちょっと決めていただきたいと思いますので、相槌ボックスからこれ公平な審判をお願いします。さあさあ、どっからやりますか。じゃあ、C、うん、あ、うん、C、 C、 C に行きましょう。 C ですね、あ、こちらですね、 C は、うん、さあ、はい、はい、8列19番、8の19、 C の8の19番、 あ、さあそちらの方ですね。じゃあおさんさん、いい人に当たれ、はい、いい人に、はい、石田か小田かで答えてください。仙台から参りました。お、これはもう、何を置いても石田さんだと思ってます。うわー、本当に、 どちらの勝ちですか。可愛いのは石田さんですよね、応援してるのは石田さんですよ、はい、それはわかります。勝ちも、リアクション対決はどちらが勝ちですか。石田さんが勝ちですね。イエーイ。ということで石田さんの勝利、おめでとう。すごい、多分
本当まっすぐに好きなんだよね。いやもう本当に本当にありがとうございます。いい人を引き当てたよあなた。いい人引き。いやここにはいい人しかいません。いい人しかいません。さあということで1回戦は石田ちゃんの勝ち。もう一個よい。お前まだいつ。お前は早く帰るんだよ。なんか落としてった。落としてったよ本当に。はい、小田ちゃんそのままはけようか。やめなさい、やめなさい。違いますよ。さあということで2つ目の、勝負に行きたいと思います。うん、2つはこちら、ババナの川でずっこけ対決。さあ王道のドッキリ、バナナの川で滑って転んでいただきたいと思います。こちら2人ともねダンスがね評判でございますから、素晴らしいリアクションを見せていただけるんじゃないかと思います。まあ、先行は石田さんから、はい、行きたいと思います。石田さん、こう靴の方がもしあれでしたら、はい、やっぱりね、はい、うん、このあの、はい、バナナの位置は自分に好きな方にやってよろしい。あ、なるほど、はい。まあまあまあ、滑るのは慣れてますからね。皆さんも風はおかしいですね。はい、さあそれでは石田さんの準備が整い次第、バナナの皮で滑って転んでいただきたいと思います。ということで石田さんスタンバイよろしいですか。いきます、よーいスタート。素晴らしい。ちょっとチアリーディング入ってましたね。チアリーディングだった。スローで見たい。あ、最後のリアクションまでバナナのバカ野郎とこんなとこにと。素晴らしいでございます。いいですね。さあ続きまして小田選手、うん、はさあ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 いけるでしょうか。小田選手はね、先ほどいいリアクションしましたから、しましたね、こちらもいいリアクションを見させていただきたいと思います。私も靴を脱ぐ。あ、靴脱ぎまして。いや、さほどヒールないよ。そうですね、いや、そうですね、うん、やめてください、そのリアルなトーン。いますはい、さあ準備よろしいですか。はい、それではこのマイクを置く、マイク横に置きましょうか。はい、はい、それでは小田さんのチャレンジです、どうぞ。まさかの失笑。それでは相槌ボックスの方からさあ小田さんはそのままでいてください。もう恥ずかしさを十分味わってください。24列18番、はい、18番いましたか。はい、はい、女性の方かな。さあそれでは石田さんと小田さん、どっちのリアクションが良かったですか。あゆみんのじゃん。あゆみん、おめでとう。ということで2対0でリアクション対決は石田あゆみで勝利。おめでとう。イエーイ。ということでスペシャルゲスト小田ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。よかったよ小田ちゃん。何なんで見てるの。いや一発目の勝負分かってたと思うんだよな。あの人を引いた石田ちゃんの勝ちなんだよ。そっか、あの方を引いた石田ちゃんの勝ちなんだよ。さあということで、はい、これでいつドッキリ仕掛けられても、はい、バイバイ。 バイバイ、ありがとうね。ありがとうございました。良いですね。どうでした、ドッキリ仕掛けられて。ドッキリ仕掛けられ、はい、そうだそうだ、小田ちゃんがドッキリだったんだ。はい、小田ちゃんドッキリでした。あ、はい、びっくりしました。もうこれからいつ仕掛けられても大丈夫。リアクションは任せてください。任せてください、言いましたね。どうだったんだろう。じゃ今後今年1年ちょっといろいろなところでドッキリ仕掛けていきたいなと私は思ってますので、はい、気合い入れて頑張ってください。はい、これ感づいてもリアクションした方がいいんですもんね。もちろんですよ、それはね。そうです、ね、うん、それはやっぱ石田さんの可愛いリアクションね期待してますから皆さんが。はい、大きいリアクション待ってます、はい、ということで以上、いつか私もかかりたいドッキリの練習をしてみようでした。